新型コロナウイルスの感染拡大を受け、安倍総理は3月2日から全国すべての小中高などについて、春休みに入るまで臨時休校とするよう要請する考えを示しました。実際に休校するかどうかは学校や地方自治体の判断となり、また今回の要請に幼稚園や保育所、学童保育は含まれていません。この件を多くの海外主要メディアが速報で報道。子供を持つ保護者は働き方の見直しを迫られることなどから、日本国内でも様々な意見がある今回の政府の判断ですが、 BBC や CNN などの記事には非常にポジティブな声が相次いでいました。